ジャニーズの未来を塗り替える平野紫耀の K-POP 挑戦と飛辺の衝撃的対等。こんにちは、音楽愛好家の皆さん。今回は、日本の音楽業界に衝撃をもたらす可能性を秘めた新しいエンターテインメントプロジェクトについてお話しします。ジャニーズ事務所の前副社長、滝沢秀明氏が立ち上げた飛べが、その存在感を急速に拡大させています。 2023年7月16日、戸ベは公式 XQTwitter を通じて、大統率期という新たな加入者を発表しました。18歳の大統は、ジャニーズ事務所に2019年に入所し、ジャニーズ JR として活動していましたが、今年の7月16日にジャニーズ事務所を退所しました。 ジャニーズ JR うちの特定のグループには所属していませんでしたが、その才能が多くの舞台やテレビ番組で注目されていました。大東立樹の介入は、トベがジャニーズから優れた若手才能を引き寄せる新たなプラットフォームとしての地位を確立していることを示しています。実際、業界関係者によれば、大東は滝沢秀明氏のお気に入りで、 今後、彼のようなジャニーズ JR がグループとして活動しないままトベに参加する可能性が高いとのことです。しかし、これだけでは話は終わりません。トベは7月2日に元 V6 の三宅県が加入を発表し、さらに元キング、リンチェの平野仕様と神宮寺雄太も参加しました。 さらに、元ジャニーズ JR 内グループであるインパクト大津への7人も新しいグループ、イムップ、として飛べに参加しました。イムップへのメンバーはジャニーズ時代に CD デビューのチャンスを逃しましたが、彼らは待ち望んだデビューを果たしました。なんと、そのデビューシングル、クルージン、クルージン、は、K-POP 界でも有名な複数のクリエイターによって制作されました。 なぜトベが K-POP 路線を選んだのでしょうかそれは、平野潮氏が彼の音楽の夢を追求するために、新しい道を模索しているからです。平野潮氏は以前から韓国の事務所入りが噂されていましたが、彼の本当にやりたかった音楽は K-POP 路線でした。従来のジャニーズの楽曲スタイルでは競り合えないため、トベ派 K-POP 路線でジャニーズ事務所に挑戦し、 その道で成功を収めようとしています。さらに、飛べを支えるのは潤沢な資金力です。三宅県、平野市洋神宮寺雄太、イムップのファンクラブ、FC は、誘拐時にそれぞれ6,200円の会費を支払います。すでに計30万人以上の会員が集まり、その会費から18億円以上の収益が得られています。 この資金は制作費に充てられ、高品質の作品を制作するための資金となっています。従って、平野志耀氏が再デビューすれば、その楽曲は驚異的なセールスを記録するでしょう。音楽業界での飛べの快進撃が始まりそうです。 ジャニーズ事務所から独立し、K-POP 路線で成功を収めようとするトベの挑戦は、多くの音楽ファンにとって非常に注目すべきものです。今後の展開がますます楽しみですね。平野市用とトベの新しい音楽プロジェクトは、ジャニーズ事務所から独立し、K-POP 路線での成功を目指す大胆な試みです。 このプロジェクトは、大統率機アイムプノップの多くの才能あるメンバーが参加し、潤沢な資金力を背景に高品質の楽曲を制作しています。音楽業界に新たな風を巻き起こす可能性が高く、ファンにとっては待ち望んだ瞬間が訪れたと言えるでしょう。トベの快進撃に注目し、彼らの新しい音楽に耳を傾けてみてください。 音楽愛好家にとって、これからの日本音楽シーンがますます魅力的になることでしょう。